連合軍の精鋭は見事龍禅を救い出した。同じ頃、連合軍本体は派手な動きで異界を行軍。あれすら神の目を引きつけていた。連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論見通り出陣し、連合軍を取り囲んだ。神の軍勢には趙雲ら蜀の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村たちは意を決して対峙する。連合軍の描いた策が今実を結ぼうとしていた。私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し、龍禅殿を救い出すまで耐えしのがねば。とはいえ敵の猛攻は凄まじい。すでに周りを囲まれたこの状況でどれだけ持つか。神や腕輪の力、そして趙雲らの武は確かに侮れる。だが必ずや持ちこたえてみせよう。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。何があってもこの作戦成功させないと。どんな状況でも希望を捨てず、凛と前を見て戦うか。その強さ本当に眩しいな。私も君たちに倣って希望を信じ戦おう。皆の大事な人を取り戻すために。我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレて策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余る。我が子らか。ならば拙者が出迎える。兄上たちと戦うのはもう迷っていたらいけないんだ。龍禅様を守ろうと弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。カンコ、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の鼓動師、恥ずかしくない勝負をしましょう。私は父上たちと戦いたいわけです。反則、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。カントロ、私も覚悟を決めるべきか。一緒に道極めてみたいぜ。さすがです。あなたならばと思っておりました。我が部に挑め。腕輪をちらつかせ我らと戦いか。愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをとっちめて返してもらえば済む話だ。そうなればいいが、お主の忠義しかと見届けた。兄座のお子のことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。銀兵殿、家族と戦うのが嫌なら下がってくれ。私、みんなで何とかしよう。いえ、みんな一生懸命戦ってるんです。相手が誰だって私も頑張らないと。それに龍禅様の腕輪も絶対間に合います。私、みんなを信じてますから。大丈夫だよハンコ。龍禅様は必ず拙者たちがお助けする。知っていたのですか。ならばもう案ずることはありません。聖才は戦場にいないようだ。今頃どうしているのだろう。腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、龍禅殿の無事を信じ突き進みましょう。攻めに転じたか。何か言えるか。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。来るか趙雲。ならばこの関雲長が相手になろう。趙雲と戦うのはつらい。でも立ち向かわなきゃ。関羽殿、いざ勝負。それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。趙雲殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。すごい、どんどん力がみなぎってくる。隠蔽、我が娘よ。そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。隠蔽、お前は出会おう。こを取るわけにはいかない。なんと頼もしき戦ぶり、見事に磨き上げられた武よ。私が敗れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、よくぞこの地で。史上の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんでドローン。龍禅様さえご無事ならもう神に従う理由はない。どうか俺よりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう趙雲殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任感、大したものだ。私を撃たねば気が済まぬか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。おう、この状況でさらに兵を出すか。隙のない采配だな。ものの図の意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよ。ハテナ殿、なぜそうも憤るのだ。ペルセウスは家族なのだろう。許してあげてほしい。家族、そんなことは関係ない。奴は半人の分際で神を裏切った。罰は受けてもらう。そうか、私はそういうものか。受けて立つ。どういうことだ。腕は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ龍禅を救出するための技法というところだ。また踊らされたということか。ふざけおって。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。帰ってこれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとてもつらい。見事だ。一緒にこれからも頼みにさせてくれ。はあ、敵将討ち取ったぜ。あっぱれな武力見せてもらった。敵に天誅を下す姿、まさに天下無双なり。すごい。なんて強いんだ。これで不本意な戦を強いられることもない。よかったではないか、勝利。三成殿、敵も疲弊しているようだ。そろそろとどめを刺してやるか。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。よもやと思い救援に来たが、これほど大掛かりな戦になっていたか。しかも腕輪の力をすでに引き出した。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。引くしかない時もある。銀平、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でも、もっと頑張らないと。そうだな。我らの絆見せつけてやろう。目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。目指すもんなるまでわしは止まれねえ。カウドロ、これまでご迷惑を。お主は当然のことをしたまで詫びる必要などない。なんと優しきお言葉。武をもってお答えします。すごい。なんて強いんだ。犬が勝ちだ。またオーラ。みんな懸命に頑張ってくれている。君まで無理をする必要はないだろう。確かに私の部など役には立たない。だが戦う姿を見て放棄する者もいるのだ。よく見れば君の技は鍛えられている。君主隠れた努力をしているのだ。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。私に挑むか。よかろう。かかってくるがいい。兼続殿、腕輪を手に入れてくださり感謝します。おかげで趙雲殿の攻撃をしのぐことができました。彼女の戦ぶには豪快そのものではなくとも、趙雲殿を吹っ飛ばしたに違いない。確かに熱き闘志を感じました。私たちも負けてはいられません。参りましょう。腕輪を取り返せなかったか。まあいい。駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。趙雲、趙匕、韓公、韓策、これからは共に戦うことができるのだな。こんなに喜ばしいことはない。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。いくら事情があっても仲間を傷つけるなんて。それに龍禅様を危険にさらしてしまいました。私の力が足りなかったばかりに。ですが龍禅様を救っていただけて安心しました。これからは皆と一緒にいられるのですね。ああ、もちろんだとも。我が子を守るために尽くしてくれたことを心から感謝する。劉備殿、もったいないお言葉です。仲間たちがまた一つになれたのだな。銀平殿もほっとしただろう。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれたんだ。家族愛、なるほど。銀平殿にふさわしい。これで腕輪は5つ、ゼウスの降臨までさらに力を尽くしましょう。信じる者のため超死竜、いざ参る。私のなすべきことを。探索参る。韓安国勝利のため手を尽くすつもりだ。この情報に全部任せとけって。よし、やりました。新たな英雄がこの地に現れました。ですがダッキに襲われているようです。ダッキか。狙いは分からぬがこのままでは彼らが危険だ。大変、急いで助けに行かないと。私も行こう。これまで迷惑をかけてきたのだ。少しは役に立たせてくれ。張鵬の野郎、頑張ってはいるようだがまだまだ子供だな。ここら辺で一皮向けてほしいところなのによ。その気持ちわからんでもない。私も将には思うところがある。奴には上に立つ者としての自覚が足りん。うん、我も稲にはより一層の成長を望んでおる。単純な手合わせではもはや不足よ。おお、皆同じ思いのようだな。ならば何らかの手を打たねばなるまい。